はい、皆さんこんばんは。いやー今ねちょっとビューファースト攻略中なんでこれちょっと無理だな。いやーここはでも地形的に攻めにくいねこれ。うん、島国だからな、まあイギリスなんやけどね、ここベルファーストって。一気にモビルスーツやるな。モビルアーマーとかも、いるかもな。まあ、ちょっと一旦対決しよう。ちょっとこれ全部持っていかんと無理だな、これ。落とせんな。長期化によって前線の兵士たちの士気は低下しています。総帥の著書有生人類生存説の続編を発表してはいかがでしょうか。あ、ついにこれが出たか。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。マジか、何を奪ったんだろう。どうですか、これ作るかな。うわーこれ作ったら一気にするな。いやーこれはほんときついね。あ、5万もあるな。ちょっと資源を。売却するかな。もうホワイトベース乗ってたか。あ、これでいけるな。
ゴックはちょっと、ハイゴックはちょっと作ってきたよ。これは、うん、これはね、ジャブロ攻略と、あと、今攻略中のベルファーストにもいるな。うん。ギルを作っとくか。まあ、この辺は後回しにしてもいいわ。どっちなのかな、高機動型と。コストが高いね。じゃあ機械を作っていくか。
電子に資金は安いけど支援めっちゃ来るんだよな。ドミキャノン大量生産だ。うわ、資源が一気になくなった。資源め結構食うんだな、こいつは。有生人類生存説を発表します。旧ジオン派の反感を招く可能性もありますが、総帥のお考えを知ることでジオン国民の士気は高まるはずです。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。うおほほほほ。こういうジャブロまだね、こいつらでしか入れんのよね。どうせっつうのかね、時間稼ぎができんだよな。こいつらばっかりで大量生産する気にもならないし。対決するかな。全部隊退却しろ。ああ、でもこれ水中モード設定何か何だろう。そうそう、ちょっと武器がもう
あ、すいませんになってきたな。ダブでも行かれんな、これ。うん、陸上戦艦って基本水中は、潜ったりできんからね。うん。あんまりダメだな、これ。こいつらもここで集まって、ここでも完全に、通行止めみたいな感じになるね。ここでおしまいや。ああ、計算も行かねえのきついな。
なんか俺今このまあ俺ツイッターのやつなんだけど、なんかすごいバズってるな、俺のツイッターが今。すごく何か、ダビデがあれ以上怒りのを吐いてしまう。戦闘もう落とせんか。うわ、連邦の方が数勝ってるな。敵エリアに侵入しました。攻略戦を。きついなこれ。攻めにくいな、ここ。水中、水族を山口施設、大量配備していった方がいいかも。ちょっと一旦これ、撤退しよう。ほんと攻めにくいとこだな、ここ。まあね、イギリスはほんと、2点と一緒で島国だからね。だから、他国はあんま侵略されてないんじゃないかな、あれ。ドイツにもね、第二次世界大戦で結局侵略されてないし。島国っていいんだよな、やっぱ。ここ攻めにくいなぁ。ビーファーストはなかなかきついわ。全部報告します。情報部によると近々連邦軍がソロモン周辺地域で大規模な軍事行動を行う可能性があるようです。注意してください。なにあれ、オデッサデーはどうなったん？オデッサデーは。おーい。おーい、オデッサデーどうなった？もう、飛ば、オデッサ攻略諦めて、そっちに行くんかい。
じゃあ、まあ、今日はここまで。